50も、続けたいと思います。まず、いろいろ、依存症の問題、あるいはその安全保障の問題であるとか、とにかく多角的に今問題点が提起されたと思うんですが、簡単にですね、ちょっと、感想ですね、今までの、それを聞かせていただければと思います。まず、代表世話人である保坂議員はどうでしょうか。本当に3つぐらいの点が課題なのかなと今日聞いて思いました。一つは依存症で多くの死者を生み出していると、これを政治が手をこまねいて何もしてこなかったということが許されていいのかということ。二つ目が水島幹事長のおっしゃってました国防の観点ですね。国の中からも外からも日本国が攻められていると、劣化させられているということ。そして3つ目が国全体がこうしたギャップというものに政治も官僚も行政もそしてマスコミもつるんでですね、どれだけ害悪が大きなものでもそれに対して何の対策もしてこなかったと、こうしたことに危機感を持つ人を一人でも増やしていかないとこれはもう大変なことになるなと、もうつくづく思いました。今回のシンポジウム、今回の設立大会に際してですね、各政党に代表の派遣かもしくはメッセージを出してほしいというお願いをしました。その結果をですね、この機会にご報告をしたいと思います。一番ありがたい反応があったのが、国会議員は残念ながら一人もいないんですが、日本創新党、先ほど党首のスピーチを私の所属政党なのでですね、そういうわけではありませんが、そういう決意で来てくださった。で、一番大きな政党で、野党ではですね、自民党ですね。自民党は、なかなか返事が来ないんでですね、聞いてみましたら、党内で意見集約ができてないので、代表の派遣もメッセージも出せないと。そしてみんなの党は、説明責任というのは非常によくですね、国会などで言ってるんですけど、説明の全く説明がなされないのは、とにかくメッセージも代表も出せませんと、理由は言えませんというお返事でした。で、国民新党については相対的に判断をして代表も出さないしメッセージも出さない。で、立ち上がり日本については西村慎吾先生がですねいらしていただいてますが、あくまで個人の情熱に基づいていらしていただいている形で、党の代表という形ではそれぞれの思いがあるのでですね、党としては残念ながら出せない。また創生日本、私は期待してたんですけど、少しですねそこから返ってきた答えというのは、創生日本は政党ではありませんが、日本の国が国益を守っていこうという人たちが集まっているところなんだろうなと思って答えを聞いてみるとですね、議員の中にはパチンコをしている人もいると、いろんな考えの人たちがいるので、個別の対応になるので創生日本としてはお答えはできませんというお話でした。今聞いていただいて分かるように、やはり政治というものがこのパチンコというものの害悪に正面から向き合う体制になってないと、それを作り出すには国民の世論を盛り上げていかないと、地方議員と国民でですね、それでは最初に基調講演でですね、お話をいただいた若宮健先生お話、お伺いしたいんですけれども、今の、小坂区議のですね話を受けて、どのようにお感じだったでしょうか。やはりもうこの国も正気を取り戻す時期が来ました。09年で21兆650億円です。これだけの金がですね流れている、それを見逃して見て見ぬふりをしているということはもうやめた方がいいと思います。
私は今日この会場にいらしてくださった方、本当に国を憂いている方ばかりだと思います。ぜひ皆さんでこの機会に真剣に考えていただきたい。私も全敗まで努力したいと、そのように思っております。ありがとうございました。ギャンブル中毒の K さん、先ほど会場からですね、失声といいますか、それから激励の声も飛んでましたけども、今改めて、ちょっと短くですね、決意を聞かせてほしいんですけど。しました。首が悪いんだよ。ありがとうございます。すいません。もうこれからやめるって断言できますか。今若宮先生にいろいろパチンコスロットから立ち直るためのアドバイスをいただいている最中です。あと今日本日皆様方の話を聞かせていただいて、自分もこれから本当に足を洗って頑張っていこうって思えるようになりました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。そういう意味ではですね、ジャゴ、ジャパンアンチギャンブルオーガニゼーションという NPO 法人を立ち上げられました、大崎大地さん、自らその被害者の立場でもあって、そしてそれを克服していこうという NPO 法人を立ち上げているわけですけれども、今の、状況を踏まえてですね、ぜひお話をお伺いしたいんですけど、大崎さんからお願いいたします。改めまして、大崎大地でございます。先ほどはご参加いただきありがとうございました。私自身は先ほどのお話の中で詳しくは申し上げることはありませんでしたが、約25年間自身がギャンブル依存症の病気を抱えて人生を走り抜けてしまったわけですね。そして最終的にはやはり断末魔の声を上げて自らの命を絶つ、そこまで行ってしまったわけでございますけれども、幸いにしてこの一命を取り留めることができました。その時の家族たちの励ましの言葉、未だに私は忘れることができません。この依存症というのはご自身じゃなくて家族たちが実は支えてくれるんだと、ならば家族のために私が立ち上がって家族にささやかな幸福を与えようじゃないか、ならば日本全国にもっともっとこの依存症で苦しんでいる人がいるのではないか、そんな思いで立ち上げて、そしてこのパチンコ依存症、これと立ち向かう戦いを日夜展開してまいりました。これからは克服の作業はもちろんですが、やはり私たちにも限界がございます。それは私たちは克服してどんどん進めてまいりますけれども、環境整備、これはあくまでやはり政治の力でやっていただかなければ、やっていただかなければどうにもならないことだと思います。皆さんいかがですか。私は教育の問題においてもいろんな方とお会いしました。この今大人たちが抱えているギャンブル依存症って問題を、このまま子どもたちに、今の子どもたちに教育としてそのまま大人の生き方を伝えるのか、そういう話をよくします。何としてもギャンブル依存症というものを取り上げていただきたい。しかし大きな壁があります。皆さんほとんど娯楽という考え方で、自己責任という考えで切り捨ててしまいます。そうなると私たちは国民の一人として非常に弱いものがございます。
何としてもこれは政治の力も必要である。私はそんな思いから今日ここに参加をさせていただきました。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました、頑張る日本全国行動委員会の、水島幹事長にお聞きします。小坂区議が報告していただいたようにですね、政治家から、既存の政党からはそのような、まあ、返事しか今回は来ていなかったということなんですが、今の、ジャゴの、大崎さんの話も踏まえて、どのような展望を考えていらっしゃるのか、水島さんぜひ話を聞かせてください。はい、まあ、先ほど言いましたようにですね、非常に情けない返事だったわけで、というのはやっぱりそれだけ政治とパチンコ業界の癒着、それから外国勢力との癒着、これはもう、単なるパチンコ業界はですね、政治家だけにつながってるんじゃなくてですね、マスメディアともつながってるわけです。これ皆さん見てわかるように、目を覆うばかりのパチンコの CM、 今もうかつては夜11時過ぎしかやっちゃいけなかったのが、今やもう昼も夜もいわゆるゴールデンタイムもガンガンパチンコの CM 流れてる。これだけ、それからもう一つ先ほどちょっと触れましたけども、韓流ブームということでドラマだけじゃなくて、 今やもう韓国の若い男性のグループや女性のグループ、こういうものがどんどんワイドショーとかそういうところにどんどん進出してる。これどこからお金が出るんでしょうか。パチンコのあれはすごく大きいんですよ。これ特にテレビ局というのはスポンサーというのはすごく大事ですから。ということで、かつて占領軍がですね 3S 政策ってやりました。スポーツ、スクリーン、セックス、これみんなこれで心を癒そうということです。スポーツ、スクリーン、今スクリーンのこと言ってるんですね。でセックス、この依存症というのは本当にパチンコというコンピューター機械を使って洗脳教育してるってことです。日本人をどんどんダメにしよう、かつての占領軍がやったようなことを今もっと高度な、もっとなんていうんですか、テクニカルな形でこれやってるわけです。じゃあそれに対抗するのは何ができるか。やっぱりこれは草の根の国民しかいないですよ。このパチンコの問題についても総合復帰が必要だと思います。我々がやるしかない。これを考えるべきだと思います。ありがとうございました。それでは、前衆議院議員の西村慎吾先生に、お聞きします。今までの、各、パネラーの話をですね、踏まえてですね、では具体的にその違法化実現へです、どういったそのステップが、考えられるのか、ちょっと時間も押してきたんですけれども、先生から、将来の展望、具体的なものを含めてですね、お聞かせ願えればと思います。はい、これは今水島さんが言われて皆さんが拍手された、その中にしか見出し得ない、それほど我々の持っている政界への影響力、そしてまたマスコミへの影響力を上回る影響力をパチンコ業界、そして、それにつながる北朝鮮、韓国は持っているということであります。そこから日本をコントロールする手が伸びておるわけでありますから、我々は選挙というものの中で、保守の日本の、旧国の内閣を樹立するという統一した意思を、これは2回3回の選挙でやるのではなくて、菅内閣が晩酌尽きてのた打ち回った果てに必ず国政選挙はありますから、そこで一挙にこの日本を正常に戻す、亡国の要素を取り去るというふうな戦いを展開していただきたい。我々ももちろんそのために生きておるわけでありますから、頑張っていきたいと、抽象的でございますが
必ず次の国政選挙はあります。1年以内です。本年はないという展望ですね。第二次補正予算をまだ手つかずに人質に乗りながら取りながら今フランスに行って恥さらしに行っとるわけでしょう。あいつはそれで自民党という長年の与党の中にどれほどの北朝鮮およびそのおパチンコにつながるものが浸透しているかということもですね、意識していかないといけませんでした。議員会館の廊下にはですね、役職に就けば、そこに胡蝶蘭という大きなその鉢をどん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 お祝いで送り込む習慣がある。でその廊下にもあふれて胡蝶蘭が押し寄せて置かれている。自民党政権時代でしょ、役職に就いた自民党幹事長であれ何であれ役職に就いたもののあふれ出た廊下の胡蝶蘭の中に私は、朝鮮総連東京本部という名のお祝いの胡蝶蘭を発見した時に愕然としておるわけです。また遊戯議員連盟というのは妙な議員連盟ができましてですが、これ遊戯って何やと、パチンコを一緒にやる議員連盟、こんなんもあるわけで、もう今は抹消してないとは思いますが、そうなんです。だから野党の方は土井孝子のおばはんはパチンコ好きだと言って人気を博していたじゃありませんか。それで土井孝子さんはいなくなっても社会党は今民主党の中にあるわけでしょ。このね、与野党のすくみ合った状態が我々のチャンスだと思って、先ほどの水島会長の発言に対する拍手、そうしかないんだということをこれ本日に確認して私は大阪に帰りたいと思っております。ありがとうございました。それではもう山田先生から、補足をですねちょっといただきたいんですが、恐縮です。ちょっと補足をさせてください。隣にいらっしゃるこの依存症の方は主婦の方です。まだ若いですが、で私がお願いして出てもらいました。社会のためにぜひ出てくれと私がお願いしました。なぜかと申しますと、最近主婦と年金受給者がターゲットになっております。私のところにも主婦の方からメールがたくさん届いております。ですからこの方は、まあ正直申します、薬剤師さんです。都内の薬局の薬剤師さんです。本来であればどちらかといいますとエリートの部類に入る人です。相談のメール、辛いメールが私のところに届きまして、私が励ましました。そして本人も脱出したいと願っております。ですがまだ脱出できておりません。それが依存症の実態なのです。ぜひ知ってください、実情を知ってください。私がお願いして出てもらいました。社会のために出てくれとお願いしました。そういう事情でした。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。本日は本当に時間を費やしてですね、この話を揃ってシンポジウムで、行いたいんですが、もう会場の時間の関係もありまして、これで、シンポジウムは、終了といたします。どうもありがとうございました。